どうもワニです。そしてこちらは立派なカボチャです。そう、こちらのカボチャね、ちょっといただいたんですけれども、今回このカボチャをね、リクガメに与えたいと思うんですが、カボチャってさ、もうめちゃめちゃ硬くて、この包丁とか使ってもなかなか包丁さえ入らないじゃないですか。切るのが大変。このままじゃもちろんリクガメね、食べれないんで、どうやって細かくしてあげたらいいのかなと思った時に、皆さんに誰にでもできるとってもいい方法をご紹介します。このカボチャを、はい、こうやって、手刀で細かくすれば誰でも簡単にリクガメに与えることができますね。でもしね、お家にちゃんとしたいい手刀がないよっていう方がいましたら、はい、こちらね、どこのご家庭にもあるマチェーテを使って切れば簡単に、細かくできますからね。こういった方法もあります。まあ、もうちょっと細かくしてあげた方が食べやすいと思いますんでね。よし、こんなもんか。これで OK。 はい、どうぞ。うん、細かくなって食べやすくなったね。いい音。まあ、けずめだったらね、これぐらい大きなやつも全然自分で噛みちぎって食べれちゃいますね。まあ、こんぐらい細かくなったらね、もう包丁でもちょっと難しいけど切りやすいですから、細かくしてあげて、ちっちゃいリクガメにあげるときはこうやってね、細かく薄くしてあげましょうね。はい、白芋、いいね。他の亀も寄ってきた。いいね、大人気だね。細かくした甲斐があったぜ。あ、木足も食べるんか。うん、ちょっと硬くてちっちゃくしづらいね。いいおやつをもらいました。あ、めっちゃ欲しがってるやん。ほら、黒いもほら。ギリシャがよく食べるな。キヤシも大好きだね、かぼちゃ。取り合ってるよ。お、紅芋も来た。ほら、あるぞ、お前の分も。ほら、あ、もう大人気ですね。みんな一心不乱に食べてます。
口について取れなくなっちゃってるね。リクガメたちなんかね、色がついてるやつ好きですね。普段緑の葉っぱばっかあげてるけど、パプリカとかトマトとかイチゴとかリンゴとかスイカとかね、赤いのあげるとものすごい勢いで封じてくるし、まあ、黄色いパプリカとか、なんか黄色いお野菜とかも好きみたいですね。だからもうちょうど黄色と赤の間ぐらいのオレンジ色のこういったかぼちゃなんかもね、大好きみたいですね。大きいのを一生懸命食べてますね、白い芋が。食べれてるか、それ。ちょっとずつ削って食べれてるか。こっちにちっちゃいのあるんだけどな。ほら、まあいいか。こうやって大きいのを食べることによってね、顎の筋肉が鍛えられたりもするでしょうから。みんないい食いっぷりだ。かぼちゃばっかあげても栄養が偏っちゃいますんで、しっかりと葉っぱもあげます。爬虫類館に生えてるヤブガラシですね。ほんとこの時期はね、爬虫類館の敷地内に生えてる草だけで餌が賄えるんで非常にありがたいですね。リクガメ結構増えたから、これから冬の餌代が怖いです。グリーンイグアナのレッドも、はい、食べますね。ゆっくりした動きだけど、ちゃんと食べてくれますね、手から。人にベタ慣れで可愛い子です。こいつにはね、爬虫類館に来たお客さんにもたまに餌やりとかしてもらったりしてます。リクガメほどね、食べ物を噛み切る力が強くないと思うんで、さらに細かく刻んだかぼちゃを与えます。という感じで、今回の動画は立派なかぼちゃを細かくして爬虫類に与える方法をご紹介いたしました。なかなかね、かぼちゃ硬くて包丁でも切りづらいですけど、皆さんも今回の動画を参考にして細かくして自分のお家の爬虫類とかに与えてみてはいかがでしょうか。という感じで、今回の動画はこれで終わりです。また次の動画でお会いしましょう。